聞こえる？どう？音楽と、音楽とマイクの音入ったはずだけど、来た？音楽は聞こえてる？おはよう。今日はね、2019年9月の9日、10時23分です。よろしくお願いします。予報券ありがとう。ありがとう。いやー、疲れてんな。昨日はね、統合フェスでしたよ、統合フェス。お疲れ。
ありがとうございますありがとうございます。警備評価ありがとう。並び黒さんいつもありがとう。こんばんは。いいね、100個ありがとう。風船100個ありがとう。バーガー50個ありがとう。花火ナイスー、ありがとうございます。コンボありがとう。あざーす。タバコ吸ってくるわ。
こんにちは、ニアさん。どうも。こんばんは。はい、こんばんは。延長します。
目が見えねえ。メガホンありがとう。はじめましてなの？ニアさん。どうも。ピアスかっこいいね。どうも。うん、こちらこそありがとう、来てくれて。ワード2、フェスはどうでしたか？いや、フェス、いや、なんか、ねえ、どうだったか。どうだったか、いや、どうだった、なんだろうね、どうだったどうだったってどういうことだろうな。どうだったって難しいね、うん、どうだったんだろうね、うん、わかんないね。まあ普通普通だよ、喋っただけだから。通常営業ですね、通常営業、うん、こんばんは。デニムってどれくらいの頻度で洗ってる？僕は洗わないですね。あのデニム洗うっていうのはやらないかな、極端にやらない。1年に1回ぐらい洗うかな。特にファーストウォッシュはかなり気をつけて1年間履いてから洗ってるかな。デニムは洗うもんじゃないから、そもそも洗うように作られてない。それはね、あのリーバイスの社長がね言ってるんだよね、あのデニムは洗うなって。デニム洗うやつにリーバイス履いてほしくないって明確に言ってるからね。だから僕はあんまり洗わないかな。みんなデニム洗う派？なんか柔らかくなっちゃうのが嫌なんだよね。あとヒゲとか当たりとかが出なくなるから洗わないかな。洗わないよねデニムね。干すとか、まあ汚れた時にちょっと叩いて洗うとか、拭くとか叩いて拭くとかあるけど、基本的にはデニム洗わないんじゃないかな。まあなんかユニクロとかのさ安いジーパンとかどうでもいいのだったら別にバンバン洗って色落ちしてもいいかもしんないけど、多分ジーパン好きな人はほとんど洗わないと思うのよ。洗ったとしてもあの無添加の高いねあの洗剤とかに つけて少し揉むぐらいで、ファーストウォッシュするぐらいで。僕は洗わない派かな。もともと作業着だからねデニムは。うん、あダメージしか買わないんだ。あ臭くなってくるとさすがにもうそろそろかなと思うけど、確かに、うん、なんかね洗う派と洗わない派のね論争はね今でも続いてるんだよね。まあでもね社長 CEO がね洗うなって言ってるわけだから、俺は社長の言うこと信じるよ。洗うなじゃないからね、洗うようなやつはうちのジーパン買うなって言われたからねかっこいいよね、そこまで強気の営業してみたいよね。ファブリーズでごまかすんだ。汚れも味だからね。そうだね、うん、今日疲れてんだよね。
疲れてる疲れてる、元気ちょうだい。タナさん、タナさん元気ちょうだい。あれですよ、元気ちょうだいって花火くださいって意味ではないですからね、勘違いしないでくださいね皆さん。元気が欲しいんです皆さん、うん、確かに花火もらったら元気出ますよ。でも別に僕は花火をくださいって言ってるわけじゃないですから。そうじゃなくて、ここで見てる64名の方に元気、元気なコメントをね、元気をくれるようなね、こうのが欲しいなって。元気がないんでね、元気欲しいなって、タナさんから元気が欲しいなって思ってるだけですから。僕は花火が欲しいなんて一言も言ってないですからね嫌われるぞっていうね、うん、マイクロダーマル、あーさすがだね、マイクロダーマル入れちゃいましたよ、うん、いいでしょう、さすが、分かる人には分かるんだよね。マイクロダーマル入ってますニアさん。目の下ここ可愛いよね、涙袋にね、うん、いやおすすめですよマイクロダーマル。渋谷で、原宿で入れましたね僕は、うん、僕はね、あのアカシックレコードに触れてね、クンダリーニ覚醒した記念にここに入れましたね、うん、まあ何言ってるか分かんねえよっていう感じだよね。眉間のやつはこれピアスなんだよ、近くで見る、近場にないんだ、それ悔しいね。原宿まで来ちゃえばいいんだよ。でもね、マイクロダーマルは自分で入れたらダメですよやっぱ。っていうかピアスは基本あのピア、あ、あそこで入れた方がいいと思う、ピアス、あれですねブラックオパールですね、うん、もうまだ入れて1週間ぐらいだけど、もう傷も何もないからね、すごいよね、入れる人がうまかったんだよね。こんな感じですね。になんだっけ、あのサーフェイスバーと迷ったんだけどね、骨じゃないね、あの皮下脂肪だね、脂肪っていう薄い膜があって、その後下に皮下脂肪があって、その奥に骨があるんだけど、皮下脂肪のところにプレートを埋め込んでるんですよ。だからあのピアスは穴開けるのをピアスって言うんだけど、これはねどちらかっていうとインプラントって言って埋め込む作業に近いね、インプラントですね、インプラントピアスですね。2006年に開発された技術だね。そうそうそう、あのバーの板のところに穴が開いてて、その穴が脂肪が食い込んでいって、で癒着するっていう、その脂肪層に定着させるっていうバーですね、うん、そうそうそう、だから取り外しが効かないんだよねこれは。そこがねちょっと難点かな。まあ僕はもうあの普通にまともに肩にやっていくつもりないっていう、腹くくってるんで、まあまともな仕事にはもう定職にはつかないっていう風には決めてたんだけど、いざね顔に何かを入れるってなるとやっぱ勇気がいるよね。俺も相当迷ったよ入れるまで。外せないね、外すことはできるんだけど、外したとしてもネジ穴が見えちゃうっていう感じかな。だから外すっていう時はもうブチブチブチって脂肪と皮膚を引きちぎるっていうそんな感じですね。まあでもね、せっかく自由にこうやってお仕事させてもらってるっていうか、仕事ではないけどこうやってメイクマネーできてるわけだから、みんなのおかげで、うん、そう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 、安定したら上の飾りの部分はなんて言うんだっけ、これ上の部分ピアスネジになってて、ネジを取り替えると、あの変えることはできるんだけど、半年ぐらいかかるって、半年間はこのピアスのままだね、うん、でもね、どこにどう固定されてるのかちょっとよくわかんないんだよね。触ってもね、プレートが、プレートの感触はないんだよね。それが不思議なんだよな。だやっぱね、顔を拭くときとね、寝てるときはね、引っかかるから結構取れちゃうんじゃないかなっていう不安はあるね。今のところなんかそういう事故ったりはしてないけど、なんかつけた日とかやっぱポリポリって書いてたりとか、痒くて、あとタオルで拭くときに引っかかるんだよね。それはしょうがないかなと思ってるけど。スティーさんこんばんは。
傷だから痒かったんだろうね、多分。そりゃそうだよね。メスでピッて穴開けて、ニードルでブスって穴開けた後、メスでピッて切って、そこに埋め込んだから。傷だからね。よいしょ。戦闘服着ようかな、じゃあ。ちょっと待って。写真売れなかったよ。写真売れないどころか誰も見てくんなかったわ。ちょっと悲しかったわ。1時間展示したけど誰も見に来てくれなかった、ね、悲しい。結構いい出来だったんだけどな。人にやってもらった方がいいね。自分でやるのはあんまりおすすめしないね。友達がね、上手い人とかだったら全然ありだと思う。自分でやると方向が分かんないから、ピアスの角度とか方向とかつけた感じが分かんないから、友達にやってもらった方がいいと思う。失敗してた。薬指とか入れる人全然いるよ。全然いるよ。やるの？タナさん。まあ僕は人には勧めないですからね。自己責任で。やっぱね、そのタトゥーはないっすね、僕は。ただここにビンディ拡張しようかなと思って、これをポイントにタトゥー入れようかなとは思ってますけど。あー、なるほど。タトゥーも入れたいよね。顔にビンディのなんか模様入れたいなとは思ってるけどね。ニアさんはタトゥー入ってんの？女の人のタトゥーめちゃめちゃセクシーだよね。かっこいいよね。首に入ってんのかな？男なんだ男なんだ。帰れ帰れ帰れ。解散じゃ解散じゃ。男かい。帰れ男なんだ。首と腕にあるんだ。そっかそっか。解散解散すいませんっつって、いやいやごめんね、こちらこそ。メメント森とかクソダサすぎるでしょ。絶対入れねえわ。中学生じゃねえんだから、うん、顔にパピオンのタトゥーエロい。そう、いやもうびっくりしたもんね。メメント森、まあまあ1個でも、まあまあ、はいはいはい。なんだっけ、骸骨、もう羽、全部盛りだくさんだよね。全部のせラーメンかよって思ったもん全部のせだよね。あー、女性っぽいんだ。かっこいいね。いいじゃん、中性的なんだね、うん、
欲張りだよな。ちょっとあれは笑っちゃうぐらいの欲張りだよな。びっくりするよな、うん、全部のせラーメンだもんな。ハーフなんで背はでかい。いいじゃん、うん、スプリットタンも興味ある。スプタンは興味あるね。スプタンの女の子が好きなんだよね俺。でもあれガンとかにならないのかな。大丈夫なのかな。スプタン怖くてできない。あのね、スプタン聞いたら、あのピアスの入れるじゃん。ピアスを入れてゲージを広げていって、で最終的にその先っぽだけ残るじゃん。あれを糸で、医療用の糸でピッて切るんだって。そうすると綺麗につけられるらしいよって聞いた俺は。そのやり方ありだなって。そのメスでビーって引いて縫うっていうやり方は俺も反対だったんだけど、ピアスで拡張していくっていうやり方あるんだと思って。自分で切ったの。スティさん狂ってるねなかなか狂ってるね。すげえな。そう、なんか拡張していくやり方はなんか気が、図がつきづらいだろうしいいかなとか思ったけど、うん、なるほど、その手があったかみたいな。あー、拡張の段階で痛いんだ。まあそうだろうね。イベントってどんなことするんですか？あー、ごめんごめん、もうねイベントはね昨日終わっちゃったから。昨日はねニコニコ公式で放送されたんだけど、ライブ、トークライブですね。僕は配信者男子の部って言って、なんだろう、トークと
音楽のイベント、融合したイベントで1日のフェスだったんだけど、それで昨日終わって、イベント終わって、僕はなんか出番20分、ちょっと押して25分ぐらいだったのかな。なんか配信についてあれこれ喋ってましたね、うん、どんなことする。僕はどんな仕事でも受けてるんで、何でもやりますね。まあ本業はアーティストは、ちょっと待って、柴田でしょ、みそのでしょ、佐藤珠緒とかリンドバーグの人とか、あと誰だろう。まあ、メンツはあれだよ。俺のツイッターに書いてあった通りだね。うん。佐藤珠緒はすげえ可愛かったな、相変わらず。うん。どんなことやるのかっていうのは、まあ、依頼された仕事こなしますよ、僕は。何でもこれやってくれ、あれやってくれって言われたら。柴田はアーティストでしょ。置物に、いや別に置物にならなかったっつうか、俺は自分の仕事やるだけだからね。あれ、支店番号わかんねえな。電番号、ちょっと待って、いろいろなんかタスクが残っててよく分かんなくなってきたな。口座番号って俺何番だったっけ。フェスだね。そうだね、統合フェスっていうイベントだからフェスだね。あれ俺口座番号何番だっけ。支店番号、あれ自分の口座番号分かんなくなっちゃった。ボケてんな。ああ思い出した。東京っすね、新宿っすね。
活動、大体新宿が多いかな、イベントは。新宿で活動することが多いっすね。で、今、その写真の活動とか、写真とか、あと何だろう。シルバーアクセサリーとか、あと映像制作とかに力入れたくて。で、その辺のアート活動っていうのを今後やっていく感じかな。今まで、その、アート、ね、以外の仕事とかも受けてきたけど、基本的にはここからもう、アートとトーク、仕事選ぶようにしようかなとは思ってるかな。で、主に個展の開催に向けて頑張ってこうかなとか思ってて。やっぱりアナログでね、やったらよかったよ。すげえ、ちょっと金かけすぎちゃったんだけど、一個も売れなかったから残念なんだけどさ。てか見てくれすら、ね、関心すら持たれなかったっていうのかなりショックなんだけど、誰も見てくれなかったわ。結構ね、写真の出来いいんですよ。すごい綺麗にできて、これ僕の作品なんですけど、いい出来でしたよ。こういうね、作品を撮ってます。悪くないでしょ？いいでしょ？こういった作品をね、4点、やってます。もしね、欲しい人とかいたら、A4 のサイズでこちら額付きでね、発売もしてますんで、もしご興味のある人は僕の作品ね、DM か LINE にご連絡いただけると。今4作品手元にあるんで。ありがとう。僕の作品ですね。嬉しいですね。綺麗って言われると。写真のね、ご依頼も。個展ね、まだ作品数足りないかな。これはセルフィーですね。これセルフポートレート、セルフィーですね。こういったタッチでも撮りますね。セピアっぽい感じ。セルフィーですね。女性を撮るのが好きかな、俺は。モデルさんは僕の彼女で今配信やってますよ。ね、ひらがなで猫間かぐやっていう。後ろで配信、イワシ作ってますね。プロじゃないですよ。これ僕の彼女ですね。こういった作品を作ってます。いいです。綺麗でしょ。こんばんは、いのりさん。もし希望があればサインとかもつけます。あともう一つの作品、完成度的に言うと実はこれが一番完成度高いね。やっぱ印刷に起こすと分かるけど、これの色合いとかなんか世界観みたいなのは結構自分の世界観出せてきてるかなっていうね。こんな感じですね。まあ、今4作品あるんで。綺麗だね。この作品すごい綺麗だね。あとやっぱりそのグラビア、もうちょっと時間があればね。これはね、メリーゴーランドと後ろに、観覧車があるんですよ。すごい、で、これ実はね、昼間に撮った写真なんだけどね、すごくよく撮れてますね。これ観覧車がね、光の奥に観覧車が見えるんですよ。いいでしょ？これメリーゴーランド。いいでしょ？光の奥に観覧車が透けてんの。こういった作品ですね。悪くないでしょ？部屋とかにね、飾ってほしいですね。
今4作品ストックあります。昼に撮ったように見えないな。どうやってやるんですか。そのまあそれを意図して撮ってるんだけど、なんて言えばいいのかな、僕の写真の撮り方っていうのが、写真そのものはあくまで素材であるっていう風に考えていて、でどういう風に料理をするっていうのは、そのレタッチを込みで、その上で素材っていうのを選定してるんですよ。だからあの太陽を月に見立てて撮るとこうなるだろうなっていうのとか、この写真にはこの素材が必要だよなとか、その上で自分で加工をしていって、まあ最終的にあの仕上げるっていう撮り方をしてますね。だからまあツイッターとかにも載せたんですけど、あんまりやりたくなかったんですけど、一回ねビフォーアフターの写真を見せてほしいって言われたんだけど、これがその僕の作品だったんですね。先ほど見せた、あの先ほどこの作品見てもらったじゃないですか。でこれの元の素材ってこれなんですよ全然面白くないでしょ、うん、全然面白くないでしょ。 だけどその水辺の波紋であったりとか、そういうここに空の雲模様とかをどうしようとか、最終的なゴールを決めて、一番重要なのはここの被写体のポージングと表情とっていうのを決めたら、あとはそれに沿ってこう作り込んでいくっていう、うん、でこの波の模様をこうしてこうしてこうして、ここの空はこういう感じで、そうするとこういう作品になるだろうなっていう、そのなんていうの、頭の中に大まかなものを作り込んでいきながら、最終的にはその写真と向き合ってディティール、だからこの波とか見てもらうと分かるんだけど、ここに波なんかないんですよ、ほらないでしょ。だからここは作ってますよね。ここもっと大きな波、本当だったらビッグウェーブをさ、調子のところとか行ったり、波の荒いところに行って、そこでブワーッと彼女に襲いかかるような波とかだったら、もっと迫力のある絵になるなとか、いろいろ課題はどんどん出てきますよね。うん、うん、ありがとう、うん、ありがとう、うん、だからまあよく言うんですけど、僕はその写真を撮ってるわけじゃなくて、あの光を使って絵を描いてるんだっていうことをよく言ってて、あの写真っていうそのなんていうのかな、素材を使って絵を描いてるっていう感覚ですかね、うん、そう、普通の写真を撮る人との違いっていうのは、自分の頭の中に思い描いたものをどうやって写真で再現するのかっていう、そういうのがね僕の撮り方ですね、撮り方、うん、まあ、あとそのキャメラマンとして意識してる部分がどこにあるのかっていうと、やっぱその被写体の表情、モデルさんの表情、その人が出したいものとか、その人が最も美しいところはどこにあるのかっていう、それが笑顔なのか笑顔じゃなくて、その怒ってるところでも美しさはあるし、そういうなんかその人が持ってる最大限のパフォーマンスを引き出したいっていうか、その人が気づいてなくても、そういう撮り方みたいなものは常にいつも考えてますね。カメラを握る時の、これはカメラマンとしての、あ、ごめんなさいね、キャメラマンとしての話ですね。うん、でもだんだんですね、まだカメラ始めて1年しか経ってないけど、やっと自分の表現っていうものができてきたかなっていう、風船100個ありがとう。ニヤさん、ニヤさんは何、バンドマンかなんかのアーティストかなんか、とても肩着には見えないけど、なんか自己表現されてる方なんですか。もしよかったら、あの僕映像作品とかもやってるんで、
なんか音楽とかやってる方だったらプロモとか声かけてください。楽器はやってたんだ。楽器最高っすよね。音楽はアティチュードだからね。ああ、個展ぜひね、個展来年の頭ぐらいには頑張ってやりたいなと思ってるんで、本当に頑張るんで、個展開催したらぜひ会いましょう。ぜひぜひ。バイオリンやってたんだ、かっこいいね。うん、最高だね。バイオリンか。ぜひぜひぜひ来てください。え、どこでやってんの？ライブハウス。まあ、どこかっていうのは言えないか。昔ライブハウス経営してましたね、僕。19の頃。いいっすね。
写真の方とのお付き合い長いんですか。3月の末に出会って、4月の末に付き合ってで1ヶ月ぐらい前からお母さんと一緒に、お母さんの実家にお世話になってるから、まあ3月もまあいいか、4、5、6、7、8、5ヶ月ぐらいかな、5ヶ月ぐらいですね。出会って1ヶ月で付き合って、出会って5ヶ月ぐらいかな。急すぎるよな、なんか時間がなんかめちゃくちゃだよね、なんかねやってる行動となんかその時間の流れがおかしいよ。あのお母さんの実家にこうね、彼女の実家に転がり込んでるっていうのが最高に生主っぽくていいだろう。彼女の実家に今住んでる最高でしょ、クソっぷりが。仲いいのかな、どうなんだろうな。多分ここにいる他の人はいや仲いい、いいのかなってはてな、うんってなるけど、まあ仲いい時はめちゃめちゃいいんだけど、仲悪い時はもうほんと地獄絵図みたいなぐらい仲悪いけど、普段は仲いいね、すごいね。いやどうなんだろう、仲いいのかな、みんなどう思うマイク、マイクホーン、MIC が、俺の MIC が、仲良し。吸ってこようかな。みたいになっちゃう。これはね、味噌ね。
もう大きな感じ。いや全然普通だよ。はい、ただいま。乗っ取り？ああ、いいよ。コメ欄気にしないで。コメント書きたい人が書けばいいんだから。コメント書きたい人が書いていいんだよ。全然それで。謝らないで。自由に振る舞おうよ。
自由にやろう、自由に。いや、食べてないですね。あ、大福あるんですか。あ、いただきます。あ、ありがとうございます。大福いただいた、お母さんに。じゃ大福食べます。大福食べるから見てて。あ、やりますよ。あ、やりますやります。うん、じゃあ猫まん料理手伝ってくるわ。待って、向こう行ってくる、向こう。
よいしょ。はいはい。立花来た。はい、ただいま。何今立花さんテレビ出てんの？記者会見終わった、うん、まああんなことやってたら、まあ、国会議員としての資格はないと思ってるからな俺は。立花に器じゃないよ、うん、
ドナドナは聞いたことあるんですけど、僕の世代でも多分歌われてないですよ。嘘だー、メロディー知らないですよ。これ漫画とかでね、よくそう、ドナドナの歌詞が出てくるけど、メロディー聞いたことない。嘘、歌詞は知っていても、メロディーは知らないけど。私の、なんだっけな、ほら小学校の頃、本買わず、あ、そう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 、なんか本があって、そこにさ、いろんな、ほら、ゆりやゆきしてるのとかさ、なぜ就職をしないといけないんですか。僕は就職してないですからね。親が就職してたからじゃないかな。だいたい人間って自分が生きてきた人生は正しいっていうふうに思い込んでしまう生き物なんですよ。で、多くの人がやっぱり就職をして自分の生活を成り立ってるわけでしょ。だから就職することは正しいっていうふうに子供に教えちゃうんじゃないかな。サラリーマンになることが正義だっていうふうに教育されてるからね。だから別にあなたが親の意見を聞いてそれが、ああそれはそうだなと思うんだったら就職をすればいいし、もしあなたが自由業とかニートをやりたいんだっていうのは、ありがとう、あ、ありがとうね、ニアさん、また来て、ありがとう、花火、今後ともよろしくね。で、あなたが就職をしたくないと思うんだったらしなくていいと思いますよ。だから何々をしなくちゃいけないっていうことは人生に一つもないですからね。ああ、了解、ニアさん、またね、ありがとね。自由に振る舞っていいと思いますよ。
パンドさん何度言えばお前足らない頭で。エキスパンドさん分かってんの。ブロックね。バイバイ。はい、チルダ。ミスケ、お疲れ。ミスケさん、昨日ニコ生で見たよ。面白かった。あ、昨日のニコ生で見たんだ。面白かった。ニコ生結構来てたの、人は。公式の方は閲覧どれくらいあったんだろう。あ、ちゃんと放送されてたんだ。何味？味噌？
何？リンコさんこんばんは、お久しぶりです。リンドバーグのチェリータンクさんにコナまで見ました。はい、はい、こんばんは、ニンニ。女子の方下ってた？男子は盛り上がってた？女子の方見てないね。物販の設営してたね。いや、それがさ、超男子の方、まあ便所さんが回しが上手いし、男は喋りだからね。やっぱり、やっぱ安定感あるよね。あと光くんうまいなって思った。光くんやっぱ大手。あれだから奥さんが潰してるんだよな、光くんの才能な。ほんともったいねえと思う。別れた方がいいと思うんだけどな。なんかこんなこと言うのあれだけど、あの光くんはあんなんで収まる器じゃないんだよ。タレント性めちゃめちゃあってカリスマなんだから、あれはね、別れた方がいいって、もうあの今まで言わなかったけど改めて思ったね。光くんはもう子供と女捨てて、あの配信者に戻るべき。うまい、うまいし花がある。あれ奥さんがダメにしてるよ。それでいいのかな。いや俺はなんか嫌だな。それでいいのかな。まあそうだろうね、みんな同じ気持ちだろうね。特命さん花火ありがとう。そうなんだ、女子の部下だってたんだ。全然酒飲んでて、楽屋っていうか後ろのソファーのところでなんか酒飲んでて、あ、ていうか猫間のさ、ケツ触ったクソみたいなジジイがいるって言ったじゃん。また来てて、なんかまた猫間になんか隣に座ったりうろちょろして、すげえうざかったわ。なんか気持ち悪いジジイ、なんだあいつ。本当に挨拶、俺挨拶できない大人大嫌いなのよ。あ、いい年こいて挨拶もできねえし、しつこいよね。ね、猫間もさすがに気持ち悪いっつったよ。まあ、話しかけないでほしいよね。
気持ち悪いと思ったよ。嫌われるやつって分かんねえんだろうな、自分がどういう行動をとってんのか。何なんだろうあいつ、ストーカーでしょ。結構閲覧来てたの、ニコ生は。そんなでもなかった。微妙だ、100人ぐらいしか見なかったとか、そんな感じ。ニコ生どんな感じだったんだろう。見てたんだ。コメント結構走ってる感じだったの。累計結構コメントあったんだ。そうだ、忘れてた。リスナーさんからあれだ、開封届いたんだけど、次の枠でやろうか。そうだ、リスナーさんからプレゼント届いた、忘れてた。ハロウィンの仮装とかは僕はやらないですね。ハロウィン別に僕クリスチャンじゃないんで。ハロウィンとかやったこと一回もないですね。ニッキさん、最近ニコ生プレアカじゃなくても放送できるようになったみたいだね。タイムシフトはプレアカじゃないと見れないみたいだね。あ、そうなんだ。遅っ。ニッキさん、欲しいものリストで届いた。欲しいものリストで届いたね。欲しいものリスト、ここ猫魔実家編で初めてのプレゼントだね。写真、何が悲しかったってさ、写真誰一人も見てくれなかったっていうめちゃめちゃ悲しくない？あの一個も売れなかったとかじゃなくて、誰も見てくれなかったね。それがすげえ悲しかったな。めちゃめちゃ一生懸命撮ったし結構クオリティ自信あったんだけど、誰の目にも止まらなかったっていうのがちょっと悲しみ半端ねえよ。まあだろうねとは思ったけど、悲しみだよな。でもね、結構クオリティは納得してるかな。
今後これでいくわ。クオリティはね結構いい感じだね。今在庫4つあるかな。誰か買ってください。結構いい感じだよ。自分で言うのもなんだけど、ほら良くない？綺麗でしょ、うん、立てかけられるスタンド付きだから。おおでしょ。今後はこのサイズで販売していくかな。綺麗でしょ。やっぱね、写真に印刷すると全然違う。すごくいいね。だからいつでも猫間のおっぱい見れますから、これ。おっぱいとお尻、うん、いいでしょ。いい感じ、綺麗だよね。値段はね、リスナーさんにつけてもらってるかな。あの商品じゃなくて作品だからって言って値段つけないね、うん、いや、このフレームもアルミフレームかっこいいでしょ。よくない？全部これで今統一してるね。これが新作ですね。だんだんね、作風ができてきたよね。結構すごくない？1年でこのクオリティまでたどり着くのって結構すごくない？写真始めて天才なんだろうな、多分な、俺な。割とマジで写真に関しては天才だなと思うもん。これでこの質感で映画動いたら、絵が動いて映画になったら最高にかっこいいと思うよ。コーラ後で買いに行こうかなと思ってました。結局立花さんは議員辞めないでしょ。今ぶったたかれてるってこと？どういうこと？
ねこまちゃん、コーラ、ダイエットコーラでいいの？ダイエットコーラでいい。ね、欲しいものは他に。ダイエットコーラと、はいはい、みーちゃん、はい、カットトマト、ホール、あの、缶詰の、はい、ホールトマト、カットトマト、カットトマト、カットトマト、はいはいはい。ちょっと俺じゃあ買い物行ってくるわ。はい